はい、今回はカリタ、ナイスカットミルブラック。このカリタっていうのはね、あのコーヒーのコーヒーメーカーとかのね、あのコーヒーの用具のメーカーなので、多分これはね、ミルって書いてますから、豆を挽くね、コーヒーミルかなと思いますね。こうフォルムが独特のかっこいい、洗練されたね、フォルムしてますね。はい。なるほどね。なんか業務用のミルをね、そのまま小型化した、そんなね、デザインだそうですね。なるほど。あ、これ意外とね、小さいみたいですね。コンパクトに仕上がってると。コーヒーミルでね、豆を挽くとね、新鮮で、やっぱり美味しく飲めるんですよね。だから少量ずつね、一番ベストなのはコーヒー豆買ってきて、少量ずつ、これミルで挽いて、入れると。まあ、一回一回ね、めんどくさいんですけども、手間かかるんですけどね、美味しさは、やっぱりね、一回一回、コーヒーミルで挽いた方がね、私は美味しいと思いますね。はい。おー、ちょっとね、こういうのは、欲しくなりますよね。必ずしもね、必要ってわけじゃないんですが、ね、こういうのは、やっぱり、趣味の世界ですよね。いやあ、うまいコーヒーをね、自宅でいつでも飲めるというね、そういうね、この贅沢ですよね。これはちょっとね、そそられますね。どうしようかな。いやあ、見たなー。これ買いたいね。どうしようかな。